1月18日晴れ。こんにちは、ハンナです。あれ、スースケが佐都くんの横でゴロゴロしてるよ。スースケは佐都くんの横でいつも一緒にゴロゴロしています。とてもリラックスしています。スースケが佐都くんのことをじっと見つめています。何かを企んでいるみたいです。スースケは佐都くんの腕と喧嘩ごっこを始めました。猫ちゃんはたまに喧嘩ごっこをしてあげるとストレス解消になっていいんだよって佐都くんが言ってました。スースケは一生懸命佐都くんの腕に猫キックをしています。でもスースケの猫キックは全然痛くありません。しばらくしてからスースケは佐都くんが全然平気なので今度はカミカミ攻撃に作戦を変えました。一生懸命カミカミしています。でもスースケのカミカミは甘噛みなので全然痛くありません。しばらくするとスースケは喧嘩ごっこに飽きてしまってまた佐都くんの横でゴロゴロしています。そして眠ってしまいました。スースケ、今日も喧嘩ごっこお疲れ様でした。いいストレス解消になったね。じゃあ今日はここまでです。またね、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。